ありがとうギフト可愛い,いあなんか背景おつみーたんありがとうございますおつみーたんありがとうございます久しぶりの配信ですこんばんはこんばんはありがとうございますおつみーたん今日も可愛い,いねありがとうありがとうおつみーたんです 昨日の公演楽しねありがとうございました昨日公演めっちゃ近かったですねありがとうございましたありがとうたくさんギフトもこんばんは髪型可愛い,いそう昨日あんさんがめっちゃ可愛い髪型をやっててちょっと今ちょっと似た感じにしてみようかなと思って <laughs> 全然うまくないけどこんばんはたい焼きどうぞたい焼きありがとうありがとう お久しぶり,お久しぶりうちは <laughs> あっね同じだったんだよ岡林選手と田中美希也選手なんですそう同じ同じ同じうれしくてめっちゃうれしいいいおっいいチー制服お申し込めました嬉しいぜひ来てほしいぜひ来てほしい当たるといい 可愛い,い。ありがとう。ツインテールです。今日めっちゃ暑いですね。おはみーたんありがとうございます。やっぱり真逆うまいね。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。ハートもたくさんありがとうございます。公演楽しいこね。楽しかった。告知メールありがとう。あ、そう告知しました。触覚キュートですね。ありがとうございます。やっぱ,やっぱみえちゃんも今日もお好き。ありがとう。やった。そういう子編み込みしてるんですよ。なんかめっちゃ運転うまくできなくて。 なんか昨日アムズさんの髪型めっちゃ可愛くてやってみたいなと思ったけど全然似せれなかったですおつみーたん看板はお揃いそうお揃いはい岡林選手と田中美希也選手ジャンボリミキ <laughs> ですこのやつでしたなんか後ろはこんな風になってましたでもあのなんだっけユニフォームの やつはもらえなくてもらえなくてじゃなくてあの行けなくてそうこの日に行きました肩が痛い今回マンガが素晴らしかったありがとう嬉しいそばやしとみき <laughs> そうですツインテール可愛いありがとうございますハートありがとうそう,そうなんですよあのなんか後藤梨紗子さんがあの映ってモニターにそう 三期生の後藤理佐子さんが映って、それであの。モニターになんかゆずきさんと多分誰かが来てて、そのツイッターのなんか竜とかなんとかってやれば。なんかモニターにするんですけど、それに日高柚きさんも映ってて。それに、あの熊崎遥さんもいてたっぽくて。すごくないですか。探したかったんですけどね。こんな感じです。なんだ、なんか。 あとは村松海人選手と鵜飼選手と鵜飼選手と田中美樹選手と、ね、勝野選手のが内場があったんですよ。はじめましてツインテール似合いすぎるってありがとう嬉しい k p o p スターみたいあ本当にですか本当にですか本当ですかオミタン。 今ラのそう、うちわですね,あのね。ガールズフェス。ガールズフェス <laughs> ガールズデーでうちわです。そう、本当に冷房いる暑い。21日、応募しようと思います。初ミータンの公演からあります。え、ね初ミータンの観覧になりますように。来てくださーい。おはみータン、万華鏡のソロ、毎回うまい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。ミータン。 のんか可愛い、あ、ミートの可愛い、ありがとうございます。おつみーたん、ありがとう、星ありがとうございます。万華鏡やるたびに、上手くなった、おお、ありがとう、嬉しい。星ありがとう。めっちゃね、好きなんですよ、万華鏡。こんばんは、歌が上手い、ありがとうございます。五番目のレッスンが、レッスン上の写真、あ、そう、見ましたか、かっこいいですか、本当に。星たくさんありがとう。ココミンがミータも子供組ですって,言って、あ、そうですよ、ミータも子供組だよ。 コ,コミも子供組だけどミータも子供組なんですよ後ろはアイドルの分確かに確かに <laughs> 確かにですそうであの生誕くじ作りました生誕くじじゃなくて生誕くじのうちわとかいろいろね作りましたチェキとか,か皆さんねアクスタとかもねいろいろ楽しみにしていてくださいねそこぞうりさこさんに あのそう知ってまして会ったことあるんですよ一度なんか前アイドルグループやってた時にお会いしたことがあってその時にめっちゃ綺麗でした本当になんかママが「めっちゃ可愛いあのなんか映っててりさこさんがそれで「えっめちゃくちゃ可愛いて言ったら「えあれ梨紗さんじゃない?」ってママが言って気づきました「星ありがとうたくさん」そうですミーターもアイドルオーラー <laughs> 確かに。 出しますか。松川ちゃん、今週もお疲れさん。今日はツインテールですよ。明日も頑張る。おーありがとうございます。三万、あ、そっか。三万人か。そう、難しいよね。絶対に。梨紗子さんは SNS の投稿現地にいたの。なんかモニターに梨紗子さんが映ったんですよ。一瞬。えー、ってなってびっくりしました。昨日の公演なたっす。あーそう。あ、サックしました。あのね、みやびちゃんから始まって。全員が十二期で、ね。 半分しししましたたどうでしたかみゆちゃんはボケ担当ツッコミ担当今日の MCMC MC? じゃあみゆ本当に MC が本当に得意じゃなくてもう本当にちょっとね喋るのが普通に喋るのは好きなんですけどめっちゃ緊張して何も喋れなくなっちゃってうーんなんかもうどっちでもない <laughs> なんか自分たちちゃんと喋れるけど緊張しちゃってなんかもう固まるんですよ。 わかんない分かんないドラゴンズの試合見に行きました見に行きましたよそうえそうなんだよねうちはねみーも狙ってましたねそうずっとねなんかすごい期待しているメンバーでみんな期待してるんですけどなんかお母さんは田中美希也選手がいててみーも岡林選手がいいなと思っててそうおおってなりました <laughs>、はい嬉しいよね同じだね本当にみーちゃんこんばんは久しぶり元気元気だよ元気です こんばんばは、みゆちゃんのすすめのトヤさんの曲聴いてるよ知ってる曲あ本当ですかでもナイスなんだっけダンス・ザ・ナイト・アウェイっていうのもめっちゃいい曲でそれも聴いてくださいみゆの大好きな曲ですよ言うの忘れてたおはみおはみーたんおさみおひさみーたんおさしみーたんだねえっ、ー、と名古屋ガールズフェスお来ますか嬉しいありがとう楽しみめっちゃ楽しみ本当に名古屋ガールズフェスね 21日申し込みしてみるかお申し込みしてみてください申し込みしてみてくださいしてよしてよ楽天のちゃんってそう本当に皆さん知ってますかなんかあのあの公演の時昨日の公演なんかあんまりみんな知らなそうだったんですけどめっちゃね本当にめっちゃねあれですよ頭に残ってあの「てぺって でもう本当に頭に残って聞いてください絶対に、はい、今週末の通称行くけどおすすめのポーズあればやっぱりあのあの土曜日土曜日はセーラー服を着るのでやっぱり JK なのでね何がいいかな、うん、ハートもいいですよハートもいいですハートもいいですしどうしようねなんかキラキラポーズとかしたやつ <laughs> 野球の試合は負けちゃったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったです。あの涌井選手っていう投手がいたんですけど。あの。一球目で、なんか、あの、まあ、打たれちゃって、ちょっとびっくりはしたんですけど。あの、すごい。なんか、めっちゃいい。ボール投げてて。めっちゃ良かったし、あの、バント。すごい上手で。でも、楽天の。楽天、あの、もう。 めっちゃ打つし、趣味もめっちゃうまくて、なんかもうびっくりして。初めて楽天との試合を見れたので、嬉しかったです。たい焼きありがとうございます。コーラスの後に飲むコーラ。<laughs> ダジャレだね。最近コーラ飲まないんですよ、実は。そう、本当に。おつみーたん。んみーたん、こんばんは。こんばんは。みーちゃんの美しい歌声が好きで、ありがとうございます。嬉しい。健康でいてくれてありがとう、ありがとう。 今少し大人にになってき本当ですかかりましたか本当におつみいんありがとうツイン可愛い,いありがとうそのうちは劇場にえ持ってきて見たい見たい同じだけど後ろは何だったのかななんかあのなんかさガールズでだからかわいいさなんて言うんだろうバットなんか応援するやつあるじゃないですかあれめっちゃ可愛くて買おうと思ったけどっとね いっぱい並んでたからちょっと今回は諦めたんですよめっちゃ可愛くてそうめっちゃ可愛いの、うん、おつみーたん届くの楽しみそう楽しみにしててくださいねそう鳥迫さんと会ったこともあります生産靴の商品7月発送あそうなんだ7月かえじゃあ楽しみにしててくださいめっちゃ可愛いですよ暑いけど体調あ暑いけど全然体調大丈夫髪型可愛いありがとう嬉しい ありがとう、つみーた、みいちゃんもつったら、みんな可愛いってる、え、なるかな、えー、なるかな。え、でも、一回映ったことあります。一回映ったことあるんですよ。<laughs> その時は、あの、一番上の席で。そう。一番上の席で、普通に、下見てたら、映って。ああってなりました <laughs>。昨日、制服の目、初見、お、初見いたんでしたか。ありがとうございます。嬉しい。 東海ラジオ大沢奈も楽天のちゃんてが頭からそう本当にマジで離れないんですよ頭がにから頭から離れなくてそう本当にねめっちゃね癖になります昨日の公演みーたんの破壊力半端え本当に嬉しいありがとう嬉しい <laughs> 嬉しいな昨日ねママも来てくれたんですよそうママも来てあのお水を あるじゃないですかこのお水をね購入したんですよそしたらかきれなが出たんだってかきれなが出たらしいだからそれをねかきれなに言いたいんだけどねちょっと明日言います星ありがとうございますそうですね後藤梨佐子さんめっちゃ綺麗本当にこんばんは確かに <laughs> 制服の目のそう感想の SKE のコールナットの 丸が好きなんだけど、そうあのねメールの返信でなんかやってみるってみたいな感じで言ってくださってやったらやりました見えました S K I 丸って <laughs> 前の師匠と伊さこさんは似じゃないよね先輩やぞの年上ぞのあそれ知ってますそれ知ってます見ましためっちゃめ,めっちゃ見ました本当に <laughs> はい。 やっぱりみーちゃんそう、ガルゼールズで行きましたよ。あのー、なんだっけ。金曜日に行きました。平日だけど。そう、経験とありがとうございます。そうですね。頑張りますね。みーちゃんの歌を聴くと癒されます。ありがとう、嬉しい。ありがとう。そう。あ、欲しかったんですかミキヤ選手。当たりました。フ <laughs> フママがね、大喜びしてました。こんばんは。 子さん昔制服の目でセンターっえそれ見ました DMM かなんかで見ましたすごいよねこんばんはさすがスポーツ選手だけあってうちらの写真もそうねすごいよねあのねパネルもあったんですよなんかそうパネルもあった楽天のチャンステーマ耳に残るにはそう本当に残るレインボースターありがとうございますトークはそのままそう出せばいいんだよどんなでも周りが掘るあそうですよねありがとうございます みーたんが教えてくれる曲の好み被って,てえ本当にえ本当かぶっててるしいえ何あト TWICE」のやつですよねめっちゃいい曲なんです本当にそう「ダンスだナイターウェイで」でそう聴いてみてください本当に明日たみゆ先輩の誕生日なったらまるえそうですねだけどさ会えるかな明日でもみゆさんにね言いたいですね「<laughs> チャンステーマ」でどういう時に流れなんか ヒット打った何か,えなんかうんなんですけど何だったかななんか三重が見に行った試合でめちゃめちゃカリステ選手っていうドラゴンズの選手がめっちゃヒットを打ってくださって走塁とかしたりでその時にドラゴンズもすごいチャンステーマが流れたのでそういう時ですね <laughs>。こんばんばは そう昨日も行行ききたたたかった、ね、めっめちゃ行きたいよね昨日は公演だったんですけどそうめっちゃね行きたくてもう本当に行きたすぎてやばいんですよめっちゃ最近行ってるんですけど行きたくて行きたくてありがとうたい焼きアタックの方も見て思ったけどセンターえセンターだったえ分かりますかセンターだったよセンターでしたセンターレフトじゃなくてセンターでしたたい焼きありがとうございますおまめの質問頭文字が M でも N でなくてもえ全然いい,全然いいですよ全然いいですよ 全然いいですよ。YouTube で調べたけど確かに頭に残そう感じだったんでそうテンションが上がる感じですなんかリアル制服を着るんですそうあのー、幕張でと愛,なんか愛知県のツーショットでもそうそうそうツーショッあトーク握手,かんあトーク握手では もう着るんですけど制服違う制服を着て両方めちゃめちゃ可愛いんですよ色も違うしって感じでなので本当に着てくださいもうねまだ撮ってないよーって方とかみえのこと気になるなって思う方はもうみんな着てくださいマジで、はい、ドアルのねそうですよね体調あのみえがあれ楽そうみえが行った時から体調がとアラさん悪いなんかな心配です本当に名古屋ガールズフェスの 翌週系 t 様ツアーで行くから行くかえ行くか悩む悩むでも悩むけど来てほしいです本当にマージできてマージできてほしいマージできてあー楽天のチャンスそうわかりますかわかったそうそう本当に誰のことがってででで,でなんかちょっと自分の中かうまく歌えないけど、はい、キラキラ100投げありがとうありがとう昨日はあ本当に松葉そうしあそうだったよなんか 22日お行いきますか嬉しいありがとうセーラー制服の劇現役ミータンかわい,い嬉しい嬉しい楽しみにしてますありがとう楽天は今のそうめっちゃね楽天の選手が打っててすげえと思ったそう最近はずいんで福井選手はありがとうたいやきたくさん西武ライオンズフリーエンジェンド あそそううななんんですかそうなんですか,あ,なんかわあ,そうあとら、あのー、楽天に阿部俊樹選手がいて涌井投手と阿部俊樹選手がトレードでしたっけ,っけ <laughs> いてめっちゃ今の笑顔こなんかわわってめっちゃ盛り上がりましたそうそうなんですよこんばんは「土曜日行くけどキラキラポーズと」とキラキラポーズは。 キャーッとか <laughs> ねハートもいいですしこういうのもありですし、まあ、制服なのでねちょっと考えとけますたくさんおつみーたん名古屋ガールズフェスティバルは全ポイれアおおありがとうございます嬉しいみゆの振ってくれると嬉しいですよおつみーたんそう中ョ選手とブライル選手が1軍にゴール私のそうですねマジでね 映った時気づいたあ自分がですかあの途中で気づいてあっあっってなったけどもうすぐに違う人に行きました、はい、あれ写ってる人探すの,のめっちゃ楽しいんですよだからさなんか気づいてない人いるけどさみゆだったらずっとモニター見てるから絶対すぐ自分写ったら気づくだろうなってすぐ写真撮りますだからね写りたいんですよ本当にみーたん気になったの最近だから生誕口ああ買えなかった買えなかった涙ね涙だよ本当に かかいいとと来来てててくください <laughs> ありがとうでも来てくれて自分は早く劇場で初見そう初みゆちゃんね見に来て本当におはみーたん映ったらみゆちゃんのかわさにどうムええー、<laughs> 本当ですかでもみんな見てるかなうん納涼グッズ予約したよありがとう嬉しいあそうだよね見たそう <laughs> 初めての公式そううちは楽しみですやった嬉しい ママ見てえそうママが言ってましたそうママがね言ってましたよなんかねだってすごいさバランスボールに乗ってるんですけどなんかミータン T シャツ着てる方がいたしってそう喋りましたって言ってましためっちゃいい人って星ありがとうママさんあ本当ですか <laughs> ママバレてる <laughs> 昨日のマックさんすごかっためっちゃすごくてあのねあのなんか ジェラシーとかもう特に。びっくりして、見たんですけど、定点とかで。もうびっくりしました、本当に。先なショールームで。誰か。言うはず。きるなショールームで誰か言うはず。ああ、そういうこと。あの、うあの。なんだっけ、ペットボトルね、そう。ママが喜んでました。ミューちャーのママ、すぐわかる。そっか、本当に。本当に、本当に。 そういいいえばかけれないチーカムもららななもって,ないもらってない <laughs> そうだけどもうみえは最近ドラゴンズの試合を見るときにちいかまを食べてしまいましたたくさんギフトありがとうありがとう星制服の目のサビ前の SKE のまるで俺のときめきレーダーがあっほんとですかあれってやりました気付くん明日からそう今週末まくりれさとかそう そうですね決めましょうね本当に楽しいです明日からありがとうありがとう星や紫陽花だねエスコンフィールド北お行ってたね北海道行くっていいな行きたいなぁ、うん、ミューチャーシェアは,手はミューちゃんは手足もスラッとしてて綺麗だからスキーポーズの丸もダンスも全部あありがとう嬉しい昨日の曲曲良かったねありがとう嬉しいです で、ね、体調不良すよねシャオロンとファオロンだったかなコロナあたりにありがとうキラキラたくさんあたりにイサバさんとぺんぺんさんと2人で勝負あそうなんですかええー、そうなんだ星ありがとうございますおつみーたん川みーたんありがとう他の Q&A のチャンステーマも一通り聞いてるえなんか今すごいドラゴンズの 曲を聴いてて、それで楽天のテーマ曲をチャンスでも聴いたくらいなんですけど、うんね。でも色々聞きたいなと思ってます。バレーボールの mc は予定が予定外でした <laughs>。はい、予定外でしたね。緊張しました。だからおはみーたん山選手が。すごいよね。サウンドやばい。サウンドやばい。なんか本当にカリステ選手めっちゃ活躍してて耳入れました。 ママさんは田中美希や選手をおしましそうなんですよおしましですよお母さんみーちゃんなら何でもできありがとう嬉しいなるほど得点のチャンスとか気合い入れる時にチャンステーマそう流れますね好きですよチャンステーマやっぱり俺もバレやってたからあそうなんだやってたんだねそう真鍋の質問まだまだあるのあったかなあっあったですねちょっと送りますね <laughs> おつみーたん それは両方見に行かなくあかんなそう見に来ないとあかんですよ本当に見に来てください制服楽しみですかね皆さんゆずくさんみたいにドラゴンの調子で公演の機嫌が変わったりするのなんか勝ったらやっぱりめちゃめちゃ楽しあでも上がったんですよでもなんか最近みゆが行く試合勝たなくて <laughs> なんかみゆが公演やってる時もに勝つんですよ昨日の昨日でもなんかお見送りの時で ファンの方がミユちゃんドラフだよっって言っててて言くくれてすごい嬉しくてそうだけど最近やっぱり負けちゃったからなんかなんかああ負けちゃったってなって最近変わります <laughs> 変わるっていうかなんか落ち込みますねマジで土曜日楽しみみみもめっちゃ楽しみなんですよ林選手のサングラスかけたアクスタ買ってあ本当に買ったえみも買いたいんだよねだけど絶対に買うあのねバルーンも買おうとしてたんだけどねそう買えなかったでも。 ドラゴンズ戦見に行きましたドラコン限定の田中美平選手の押したおお本当にそうあのねそうママが押しタオルのドラコンのやつ買おうとしたんですけどちょっとね売り切れてたんですよだから買えなかった寂しく過ごしたあ本当ですかそうマージできてマージできてマージできて おつみーたんありがとうそう、マ、ま、ジでみーちゃんにね早く、はい、書いていですマジでマジで来てくださいおつみーたんはじめましてもう全然大丈夫ですはじめましてでも全然来てくださいマジ、ま、で来てくださいマジ、ま、で楽天のトランペット上手って思うえっほんとにそうえてかもうねなんかさえそうみえが座った席が楽天の応援の席にめっちゃ近くてもうめっちゃ聞こえるんですよだからめっちゃ見ました <laughs> ミーターータのスパイクホーム綺麗だったココハンめっちゃすごかったんだよねバーンって強そう万華鏡センターがよく似合うミーターありがとう嬉しいありがとうこんばんはありがとうございますマキコさんと共演した感想を聞きたいそうまず私はあのマキコさんと出演できると聞いたのを聞いてめっちゃ楽しみしてたんですあのなんか,なんかマ,キマキコさんのダンスすごいっていうのを知ってたから なんか近くでその見れるなと思ってすごいうれしくてやっぱりリハーサルの時も見たらすごいなんかもうすごかったんですよもう,ともうアイドルステップとかがもうなんか見ると全然違ってもう本当にびっくりしたんですでそれで定点とかやっぱり公演待ってから見てもめっちゃめちゃめちゃ,めちゃなんかなんて言うんだろう軽やかに踊ってるしめっちゃバシッて決めてるてすごい。 なんかもう本当にめっちゃ勉強になってすごいなんかすごいなって思ってなんかみゆもそうたくさん先輩の動画見て近づきたいなって思いました、はい、そうですこんばんはありがとうございますそうですねホームランちゃんあそうビシエロ選手かビシエロ選手ね 山花野球園のトトランペットめっちゃえ本当にトランペットねいいですね気になったので握手とおありがとう嬉しい楽しみにしてますありがとうございますキャハの衣装キャハです昨日公演でえそうですよねあっわかるよわ、うん、かるわかるあのねゆあちゃんから聞いたそう赤色の服着てる子だよって着てる人だよって 来ました。ありがとうございます。選手ボックス三年。千人に行きました。おお<ー>。いいですね。行きたい、ね。もうみおもさん、もう毎日行きたいんですよ。野球。十五十六のツーショットの後には。裏と目のマニーに途中でも。こうおお、みんなやっぱり行くよねー。野球。いいっすねー。本当に。こんばんは。せよ青春がね。楽天七代監督はもっと。あ、そうなんですか。 ですかって声が <laughs> おつみーたん最近お,どおたともさんの間でみーゃんの評価が爆上がり中えう、ー、しいえ本当に本当ですか嬉しいめっちゃ嬉しいです是非会いに来てください嬉しい星ありがとうございますみーたんドームでダンスしてあなんかあるじゃないですかダンスしてなんかチャンピオンというかなんかマルシャってさ 撮りたいんですけどチャンピオンちょっと恥ずかしいじゃないですか <laughs> だからいつも踊れなくてなんかこういうのやってるんですけどちょっと恥ずかしくて踊れないレーサーですあれはちょっとね三重の前でめっちゃ踊ってる人がいてじゃあすごいだるまありがとうございますスピードボールチャレンジあそうそうスピードボールチャレンジは本当に初めてじゃなくてが何て言うんだろう 先金曜日行った時の前の,の時は投げたらまず力入れすぎてちょっとほんとにやばくてちょっとやば,いや,ば,や,ばいやばだったのでほんと今回はねゆるーく投げたんですよそしたら何キロだったかな80キロまず投げてでもあんまり力入れすぎるとダメだと思ってそうちょっとゆるく投げましたえー、でももうちょっとね出したいんでちょっとあの力入れすぎずに練習しますみ <laughs> ーたんのおかげで選手の名前どんなあマジですか えどんどん覚えていこうそれは星ありがとうツーショット日曜日はどんな感じだっけツーショット日曜日はあのねはじあのー、なんー大人っぽいスカートにそうでもあの私服だから変わるかもしれないんですけどにちょっとあな,なんて言うんだろう大人っぽ系でも行こうかなとか思ってて、はい、おはミーたんこんばんはありがとうみーたんは好きあ本当ですかありがとう 名古屋ガールズフェス用に、単色サイリウム準備。お、嬉しい。昼間だから、いつものじゃ。あ、そういうことね。え、嬉しいです。ありがとう。まきさんと、お話ししました。お話ししました。めっちゃさ、すごい優しくて。めっちゃ優しかった。お話ししました。正面より横向いてる方が、もう風船度、めっちゃ行ってくる。お風船度。そんなに風船風船ですか。はい <laughs> 前も昨日、え、出たママが言ってました。あったって言ってました。そう、二十二、二十三ね、来てほしい、来てー。まこさんが感想聞いている。あ、本当ですか。嬉しい。ありがとうございます。あ、見た。野球見ながら、チーカマーシブ。そう。<laughs> そうです。そう。え、いつだったかな。野球見ながらね。チーカマ食べてて。なんか、いろいろ。チーカマに集中しすぎて。打たれた時とか。ちょっと。 見送れる時があって、ってなって。そう。ね、ち食べました。ジェラシーのなに、え、もう動きです。とにかく全部の動きにびっくりしました。あの。幻覚の涙よのところが。なんかもう全然、見ると違って。そこがもう本当にびっくりしました。スケイの。けいの後に大きいのまで。そう、やりました。おつみーたん、ありがとうございます。スマイルとか百回は、あ、え、めっちゃリピートしてる、百 <laughs> 回 <laughs>。 万華鏡を見る昨日めっちゃずっと見てました。何でチーカマ好きなんだ。ビールのスの意味にはあ確かにえなんでチーカマ好きっていうのはチーカマはなんかもうチーズが入ってるし、すごい初めて食べた時からめっちゃ美味しいなと思って好きなんですよ。はい。と知り合いがミーターの生誕祭でママさんと妹さん見てすごくにあ言ってた。似てるかな？わかんない似てるのかな？ どうだろうツインテール似合ってるよ可愛いありがとうこんばんは声かわいい絵がかわいいありがとうございますありがとうございますありがとうすバルの件は久保はちゃん無茶振ぶりだったねえでもね楽しかったのでね <laughs> バルの MC は久保はさんの無茶ぶりそうでもね面白かったですねやっぱり寝ますか寝ますおやすみ次は公園の MC でソフトボールの素振りするしか あれバットでもね、バット持ってったら急に怖いからね。ねまたね。野球派サッカー派バスケ派でも全部好きなんですけど、全部好きですけど野球派です。野球が一番なんかまあ、やってたのでソフトボールを派ですね。質問たまにあ全然いいですよ全然送ってください。おすみーたんありがとうございます。 かつてロッテのチャンステーマが良かったけど楽天探して、え、そう探してみてください。そう。ね、昨日は勝ったんだよね。みゆさん行きたいな。な本当に勝ってる試合、行きたい。最近さ、勝ってる試合、行けてない。そう、本当にね。楽天。二つ結びのみゆちゃん、今日はありがとう。嬉しい。久しぶりー。ありがとう。生久しぶりにりえ、嘘あ、行ってた。行ってた。行ってた。行っ,っ,ってた。あ、ね、行ってました。生がね。 言ってましヒズキ選手は公演中に携帯見てドラゴンズ負けてるときそうなんですか <laughs> そうなんですかもうみはあのー、なんだっけ公演中にそう写真をずっと撮ってて未来意味わかなくていつもそう最近見えた嘘つきが笑いましたあじゃあ嘘つきっていうかちょっとした朝だから、ね、そんなに嘘はつきません。 めめままましししててにすすえじゃないですよもう覚えてますよ初めましてじゃないんでね23日初めて見たの握手会お嬉しいサス月ちとココミンのファンの方ありがとう嬉しい楽しみ楽しみにしてます懐かしくなった本当に横顔マジで風船感強すぎてかわいすぎええうれしい <laughs> 風船感強いですか マージで来てくださいね。マジで。23日二度目ました。そうだね。2度寝ました。アクシドとおありがとうございます。嬉しいたい焼きありがとう。星もありがとうございます。プロ野球は優勝チームでも6割ぐらいいかせにもえそうですよね。そう、楽しいんですけどね。そう、国派のエースはホームえ、本当にそうエースのホームでした。 あ、ダンスで思い出したけど、ドアラの風なの。え、そうですよ。体調ね、ドアラちゃん悪いからね、本当に。え、なにこれ。あーい、ま、って。ありがとうギフト、ありがとうございます。話しかけてしまった。そう、話言ってた、話しましたって。たくさん学べましたね。まひ子さんとのユニット19歳のダンスの2人と比べてちょっと、あ、そうなんですか。めっちゃさ、すごかった、本当に。先輩と一緒に出ると、そう、勉強になります。マジで、本当に。 すごかった本当にねマジです待ってコメントが声がさなんかちょっとやばい「はじめまして」じゃないけどもありがとうございます卒院ですイェイここみさんがみゆちゃんと話してるとめっちゃ同い年って感じがするあ本当にえそうですよ あのねなんだっけそう今日も一緒に帰ったんですけど <laughs> おもろかったかごみんマジで同ほ本当に同い年なんですよみーも同い年って感じすりますよここみんと話してると同い年感ありますえっ夕ちゃん変なこと言ってない言ってない言ってない,てないそう「赤色の服着てる子だよ」とか言ってた「着てる子だよ」とて着てる人だよ」ってなんかさ心葉ちゃんとも話してたから「誰?」って聞いたら言ってたんですよそうやってそう。 本当はゆあちゃんとこハンドハンドああ今日はみーんのことを考え、おありがとう、嬉しいあの、なんかさ、ポストで、なんか、いろいろ制服のまとめてくれてるじゃないですか。あれ、めっちゃ嬉しいです、本当に。12期生で応援したい人がどんどん増えている。もちろんみーちゃんも、お嬉しいありがとうございます嬉しいです。ありがとうこれやばい、本当に。この前、キッズがダンスキングに、え、そう本当に <laughs>。マジで。 めっちゃダンスキングに選ばれてる子キッズもいるしそう大人の方もいてめっちゃあれ面白いですよねスピードボールチャレンジでどうなのえっとなんて言うんだろう計測ができるんですよ自分の投げたの思いっきり投げてネットに向かってそれで計測ができるんですよはい。 この前ありがとうね。そう、目当たる。ねいたよね。あの、左の、上手の方にいたね。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。80キロ頑張って100。え、そう。投げますよ。投げます。ちょっと冒頭するかも。やばい。ヤギママ元気ですね。元気です。みゆちゃん、晴れ女。うん、多分晴れだと思うけど、わかんないけど。晴れ女ですよ。野外ライブだから。晴れ、そう、晴れがいい。晴れ、うん、12期全員晴れだといい。晴れ女だといいな。 さんのポスト見た見ました。兄ちゃん、ほめほめ。ね、あのなんだっけパフォーマンス好きって書いてあってめっちゃ嬉しかったです。さんめっちゃ可愛かった本当に。見たスカートだったらもうスカート履いていった方が、あそうしますか。<laughs> そうします <laughs>。チークマです本当に。今同じだろう。画片サイリウム意味。青二本しか。あそうなんですか。そう。大人っぽい見えたんで行こうかなと思う。 声がミエ、うん、ちゃんが俺の一本だけど最優そう見えました見つけますねありがとう丸の形綺麗すぎてえ本当にえうまかったですか本当ですかチーカマチーカマですチーカマ100回は無そうですよね100回実際は10倍じゃないですかめっちゃ持ってる <laughs> 間違えたチーズちくわえチーズちくわも美味しいよねそうパッとも でボロボロ感じのステージ見え確かに <laughs> ヤンキー優ちゃんバスケはマリンさんにすえマリンさんはバスケが好きなんですかあシーホース三河のかわいいありがとうソフトボールのホーム前にいるでやりましたやりましたその時俺で最前おマジでマジマジマジ,マジ <laughs> そうかわいいよ <laughs> 同い年嘘つきコンビね嘘つきコンビって <laughs> 単純でなんか嘘つきコンビっていうコンビはちょっとなんかさ なんか悲しいじゃないですか <laughs> そうみゆちゃんこんばんはこんばんはディナータイムの配信お疲れ様お疲れありがとうおし…はそう把握してます把握してますおはみーたん6月21日静育止め公園申し込みを完了しましたありがとうございます時間大丈夫かこの前野球観戦…そうしてきましたよしてきました初見じゃないけどありがとう みーちゃんがサッカー派とかバスケー派とか聞かれても野球派としっかり答えておー嬉しいありがとうございます21日お申し込みましたかありがとうございますそう仲良し仲良し誰だっけあココミンと仲良しですよ仲良しです本当にねおもろいんですよココミン今日もちょっとねおもろいエピソードがありましたエ,エピソードがありましたココミンと面白い話をえな何だろうね何だろう あ昨日 <laughs> あの、ね、公演公演前に本当に始まる前にあの「てつじゃじゃーん」って詩人あるじゃないですかそこの前の時にもう暗くなりかける前にめっちゃもうなんかみんな「やばいやばい!」とか言っててみゆとココアとココミンで近くて話してたんですよしたらなんか急に声が出てきてビンタされるかと思ったけどされなかったんですけどそれが。 びっくりしたけど面白かったんですよ <laughs>。ミンターされてないですからね。ママにママに話しかけてごめんなさいねって言っていいえ全然いいですよ久しぶりね。言っておきますね <laughs>。トップツインテールやってみトップツインテールって何だろうんだろう?「カゴのスパイクはバスケのシュート」えねあれ面白かった <laughs>。バスケのシュートですかあれは。なんかさなんだっけ こっちゃんのも面白かった。ノルのグッズ。をありがとう予約するありがとう嬉しい。ありがとう。ありがとう。おつみーたん、おつみたん。今日もぴっぴんさんです <laughs> ちょっと。今日ぴんさん、ありがとうございます。ありがとう。昨日下手に言いました。あ、きもしも。え。かき持ってた。かき持ってないかな。 書き出ながら言ってたんだよななんかありがとうございます下手でめっちゃみゆちゃんレス聞いてたも思っほんとでそうありがとうございましたあのなんだっけビーレスにいますよねこの前母がビーレスで自慢してえそうだよねビーレスだったよねあれなんかさそうビーレスあのなんだっけみゆのピンクのユニフォームのドラゴンズの内輪みたいなの持ってて嬉しかったですはい 雨男やから勝負しよねもう晴れ男になってください本当に晴れてほしいんですマジで <laughs> わーいミーターありがとうマジまんじて確かに久しぶりに行ったかもしれないミーも星ありがとうございますそう嘘つきではないですよミーターのコメントなかなか遅くなっても拾ってくれるからするありがとう嬉しいたくさん読みますねお二20と2十ありがとうございますホラフキーズ <laughs> 何それ <laughs> 見たままは昨日の空気場公演で入ったのそうですマークさんが配信あ本当ですかそうですよ入りましたドーナツ持ってきてくれたものがいっぱい食べましたビームビームビームなんかミヤビームは本当になんかもうミヤビームって感じじゃないですかミュービームってなんかなんか番劇をめちゃくちゃいいねありがとう歌がたくさん聴けるから好きありがとうございます嬉しい,い嘘つきコンビって <laughs> こん,なんこんばんは。こんばんは。ここみよりさつきちんのほうが仲良しでは。いや、両方仲良しですよ、マジで。両方仲良しです。ィータになら、レッドボール当てられ、あ、本当ですか嫌なレッドボール。もう怖い、レッドボールは考えるだけで。こんばんは。何そのかわいい、み <laughs> んみんなとか面白いです。恐ろしい。<laughs> されてないですかね。最高のム孔明、ありがとうございます。嬉しい。始まる直前、意外とワイワイしてる。え、聞こえますかえ、結構聞こえてえ本当に ワイワイしてます。緊張してるのでね。十、は、二、い、期新調、スリートップのバレオ見られた。ああ嬉しい。面白い。面白かったですか。かき持ってた。あ、そうだったね。やっぱそうだよね。かき持ってたね。じゃあそうだ。じゃあ分かったわ。トップツインはもっと頭。あ、ここら辺ってことね。なるほど。みータさんのありがとうございます。たまらん。あ、本当にありがとうございます。本当だ。 マスカさんこんばんはツイン可愛い,いありがとう嬉しいですありがとうこんばんはいい列ですかえ結構うん下手でしたか下,下手でしたかマギフをめっちゃ良かったです歌う前の本当すありがとうございます FJK の F はこれきな F な違います違います違います ミヤービ,ーービ,ーービームがドーナツ食べたかった食べたってそうあので結局なんか1個余ってそれでなんか誰が食べるってなって「え食べたい!」っか言ユあちゃんがだから「ミヤちゃんも食べる」ってなってたから「誰か2人で半袋しよう」ってなって「食べる!」って言ってかきれなも手を挙げたから3人で食べ落とさんそしみやびちゃんもとか「えミービーも食べミヤビームも食べたい!」ってなって。 四人で食べました一個のドーナツを食べましたみーたんココミん嘘つきコンビでホラフキで、<laughs> ホラフキーズ <laughs> なんかすごいホラフキーズってみーちゃんにいろいろ聞かれても野球が好きとかってうんうん野球大好きなんですよいいです二十二番二十二番とこらへんだろそこらへんでも書きは持ってたのは見えたから多分そうだおつみーたん 次回行きましたら挨拶もう挨拶来てください来てください来てくださいぜひすぐに私は分からなかったやろミエの降ってたよね降ってた降ってたら分かるよねそれで真ん中真ん中の後ろから二列目らへんだったよね一段上がってるところが一段上がってるああいいですねそうだったかもしれない ね。意外と聞こえちゃってました。六日。あ、本当ですか。意外と聞こえちゃってましたか。本当でした。みんちゃんが野球感染した日に、八回から熊崎遥さん。も。家族、あ、そうなんですか。ええー。そうなんです。家族できたんですか。うん。そうなんですか。みやちゃんの面白いエピソードありました。ありました。み <laughs> やちゃんは。なんだろう。おもろいんですけど。 そう今日も LINE したんですけどおもろかったんですねそう何したかな,な,な,なん何何えな何だろうねい空ちゃんとの面白いエピソード <laughs> なんだろう何 <laughs> かもう全部面白いんであなんか一緒に前あのご飯を頼んだんですけど間違えてなんか いろいろ。パンケーキが、はなちゃんとして、はなちゃんもいたんですけど。パンケーキが人数分じゃなくて、もうめちゃめちゃ八個分ぐらい来て。それで <laughs>。なんかもうやないとか言ってて、ゆあちゃんが、それがもうね、面白かったです。マッコさんにはあげましたよ、あげました。マッコさんも食べていました。ミュービーム、ミュービームー、ミュービームー。ありがとう、実際。ミュービームは変顔しながらはしません、しません。 ちょっとね事故ってしまいます。耳はこんばんは。おつ見た見た,、またね、明日ねありがとうございますまたね明日。明日。劇場は紙手側から一番で。えそうですよね。あじゃあそうかもそうだね多分二十二番だったかなえそうだね。 よく見てるねーてか俺もいいやついいあそうだよねあの上手だよね一番派手のそうですねそう塾長塾長とね仲いいですよ塾長 <laughs> ちなみに劇場は12番席が真ん中11番と12番がなんか真ん中みたいな感じで言うてたようなお SK たおみくじ見たおありがとうございます そうじゃあなんか3個しか頼んでないのに8個ぐらい来たんですよ急にはいピアムさんはみゆちゃんにめっちゃ甘いです本当ですかピアムさんになってピアムさんピアムさん <laughs> なんかゆあちゃんピアムさんって面白い <laughs> 塾長は切符買ってるんだよ <laughs> えそうなんですか塾長塾長誰が注文した花ちゃんがね注文してあげれたんだけどそうなんか <laughs> みちゃん来てみたいな感じで言われたんですよででも眠すぎて寝てて「みゆちゃん来て」って言われて行ったらなんかもうなんか「うん?」みたいな「えっんでそんなにあるの?」みたいな「えっ誰か間違えて頼んだ」ってなってたら「えなんかうちら間違えてないよね」ってなって「えっ?」てなりました「<laughs> ゆうねん太郎お揃いの日」 お行きますかありがとうございますそうユアニャンと恐れの服をマージでもうすぐ本当に買いに行きますんですよもう決まってます日にちも次回始めましてすそれでミエちゃん待、ま、うん待ってき待っててます待ってますねありがとうございますこちらは全部元気あそうなんですか何が、はい、ミエちゃんとユアニャンは歳一色そう一色違いなんですよ。 一色違いなのミヤビームも一色違いでこれで頭よりペンライト上げるあげあそうだねそう気づいてますようん <laughs> そんなに分かります分かりますステージから席行って結構見えて見えてますめっちゃ見えますえ本当に見えますよなんか前誰かがなんかめっちゃこうやって眠そうになっててうとってらってたのも,もうめっちゃ見えたもんさつきち塾長塾長変顔が得意って誰か言ってたよねやってみてやってみないけど まあいつかやれる機会があればね、はい、とココハが言ってました <laughs> みゆちゃんはピアミさんピアミさんあでも順番的に言うと赤ピンクアピミさん,んアピミさんですねアピミピアミの方がいいけどなんか口 <laughs> 見の一番後ろでむしの時だけえっかりますあのねって見えなかったかねめっちゃね の MC の時とか万華鏡の時に三重の振ってくれる方がいてめっちゃ見えましたそう野球観戦はい人も楽しめますよねはなちゃんじゃあ仕方がそうでもでもうちらは悪くないもんねって楽しみでも違う人が間違えたんだもんねって驚いた美桂ちゃんんだかわいい美桂ちゃん映画館でも出てた話あそう爆睡です本当に。あの服買いに行く時はさすがに寝ませんけども マジで爆睡でした。すごい眠くて。もう眠すぎました。それはお会計はそのきた。え、どうなんだろう。わかん、どちらだったかな。わかんないけど。で、間違えてきたんですよ。そう、十二期みんな仲がいに長いですよ。本当に。めっちゃおもろいです。マックの、そう、マック仲間のサータン、な。マック仲間はサータンなんですけど。マック、結局ね、一緒に行けてないんですよ。はい。マック、最近、マックにも行けてないんです。マジで。 横顔まじ可愛い,いありがとうございます。そう眠くなりましたね。アピミさんが新しいそう。アピミさんです。見えばアピミさんです。メンバー見えるって言うけど、立ち見はさすが。え立ち見も見えますよ。マジで。本当に見えるんですよ。立ち見も。マージで見えます。さつきちがお見送りでいつも話しかけてくれて。え、そう。本当に。さつきち話しかけてくれてるの。可 <laughs> 愛いさつきち。そう、赤ピンクあ。緑じゃない。赤ピンク。水色です。 水色です。アビミだと、赤が。赤赤が、青。あ、そっか、赤ですよ。赤、赤です。赤もも水。あもみ。あもみ。サツキチの緑確かに、緑白ね。燃えやすい。ココハちゃん、普通に抜けてるところあります。そう。ココハはね。急にね、笑い出す時ありますよ。急に笑い出す時もありますし。 普通にね面白いんですよ本当に <laughs> なんだっけ昨日みゆが劇場でママと電話をしたんですけどそう後ろ隣からね話しかけてくれて <laughs>「サータン最近マックマック言わなくなったっけ本当にマックえそう教えていたのが <laughs> マック言ったのかなサータン最近会えてないですねああったあったわちょっと前ちょっと会いましたちょでっともうヤッホーでまた全然あでもあそうだね 一緒にあれ後ろってラインが来た時は一緒にあのー、事務所まで小川ちゃんと三人で行ったんですけどオレンジサイカケレナの確かにオレンジサイカケレナのみですねマック行けてないです最近行けてないですねサイリームは二色がね思いやすいですママは誰かのペンライト振ってるのなんかミエの振ってくれてて振ってくれてたんですけど全体曲の時とかだけどなんか あのー、すごいユニットによってめっちゃ変えてるっていうかみ <laughs> ーたんの色の由来し知らないから聞きえっみーは色の由来はあのー、なんか赤4本とかにし,たかしてもいいなとか思ったけど赤も,赤も大好きで赤は絶対入れたくてピンクもめっちゃ大好きなのでピンクも絶対入れたいし水色も絶対入れたいと思ってて。 いろんな色があっていいなってずっと思ってて入れました星ありがとうございます、はい、でも早く以上でそうミータンゴールしに来てくださいミータンもうね急に <laughs> かまちゃんの子がちゃんそうかまちゃんの子がはちゃんですねだからさあさん今度そうめっちゃ久しぶりだけど出ますね楽しみです久しぶり本当にヤギママのサイルームなんだろうねなんだろうミューターも急におらやす いよねミュータン確かにマーゼてからやないとマックボトルえキャケチャップ美味しいですよねそう後ろラインはほら <laughs> 後ろラインはほらそうなんですよ久しぶりにサータンが出演します21日セックドめ公演当たらないかあ本当に確かに最近ね見ない く最近行ってないよ変な変なグミあ確かに何か変なグミではないけどガツンとみかんのグミを食べてました前だからみゆきになって食べましたそのみゆちゃんもあれが止まらそうたまにたまにというかはいあれが止まらなくなることあります暑い本当にこの部屋みゆちゃんは A 型です A 型見たまま DD 化ですね本当に みーちゃんがミりくる時にみーちゃんの番に来る前からみいちゃんなんか読んでおおありがとうございます覚えてくれて覚えててくれてママやるねそうママやりますよそうですねおつみーたんみーたんも急に手紙が書きたくなっちゃいますねなっちゃいますね急に手紙が21日も仕事がせ生活の入ってみーえそう来てほしい本当に マジで来てほしい本当に来てほしいですね見えた赤あ,ありがとうございます赤4本確かにすごいにじ <laughs> さんはどういうところ面白いえなんかなんだろうねあの突っ込みというかなんかボソっていう一言がめっちゃ面白いんですよにじさんはそれがねおもろいんですよ本当に <laughs> 20と2時だねありがとうグミははまります昨日ペタグミあっペタグミおいしいペタグミはいつもど造ばっかりガツンとびかのアイスもの好きですねアイスが好きです見るたびに可愛くなってて成長かなりありがとうございますそう発表しますじゃん A 型 A 型なんですよ A 型ですうん そうですやっぱりバリバリの中でいつかと公式のそうなってあのねめっちゃさい最近ではないけどまあ、2か月とか3か月前ぐらいなんですけどはかりに行きあの測るというか採血しに行きましたああ12期フェロフロしてたけど昨日の声見たらしかおありがとう嬉しいありがとうそうなんですよおとなしそうだけどキャラ濃い <laughs> マジでおもろいんですよ本当に。 そう、a 型えいがたです。えいたでみんな同じですね。え、これってまだあれですよね。名前いいよね。読んでも。えいの同じ。え、同じ。えいた。結構みんなえいが多い。たい焼きありがとうございます。い,た,いた。ということで。ちょっと。投票機能を使っておきますね。二人ずつつきまくってるのは面白い。嘘つきまくってはないからね。つきまくっては。 確かに同級生よさつきまくってるって大型だ大型なんだ大型だったんだね DMM でみーちゃんの絵がめっちゃ目が引くねえー、ありがとうございます嬉しいバラバラココ天然天然ですよ国民も天然です本当にお笑い好きのさやちゃんあお笑い好きなんだねさやちゃんそうなんだみかんの缶詰おいしいよね全然最近食べたことない食べたことない最近食べてない1回しか食べたことない 私は変人でおなじみの…あ、B 型なんですか ?B 型なのミーター A 型なんですよえ、青海さんも A 型なんですかやった、同じだ昨日の制服のを見に行った投げひろのパフォーマンス…おありがとうございます嬉しい五角キスのめちゃくちゃ可愛く…ありがとう嬉しいかけらな B 型だよねうん。ミイちゃんのお花がこんな感じで伸びてきたら… <laughs> 伸びてきますか 嘘つくとねピノキオみたいになるからね。ということで読みます。<laughs> えめっちゃたい焼きありがとうめっちゃたい焼きすごいたい焼きレインボースターもたい焼きもすごーい。えどうしようね。ということで。ということでじゃあ。

くれないのべこさん、ありがとうございます。11位、かずかずくん、ありがとうございます。10位、ななしさん、ありがとうございます。9位、ラブだろうさん、ありがとうございます。8位、まう、あ、さん、ありがとうございます。7位、電気ビリビリありがとうございます。6位、きしあんけいさん、ありがとうございます。5位、アブさん、ありがとうございます。4位、ごんさん、ありがとうございます。3位、けいちさん、 けイじさん、ありがとうございます。に、しんじゅんさん、ありがとうございます。一位。よん、ちゃん。つうさん、ありがとうございます。ということで、今日の、みいたんでなのでね。今日も。三十一番、みいたん。まなさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そう、みんな、ありがとう。そう。ありがとうございます。 ありがとうございます。昨日めっちゃ可愛かったです。ありがとう嬉しい。ありがとうございます。配信ありがとう。アイスちゃん時代ですね。ミーたんのミーでもあります。パチパチ。ありがとう。ということで皆さん今日も配信来てくれてありがとうございました。いつかさん自身ね。ありがとうございます。コメントもギストもたくさんありがとうございます。久しぶりに配信もできて嬉しかったです。では皆さん。 皆さん、明日も頑張りましょう。バイバーイ、おやすみ。ありがとう。みんなポストしてね。みゆのこと。バーイバーイ。